燃料投機の機能を備えた旅客機がそれを行っているところ主翼の後方に備え付けられている専用のズルからジェット燃料が勢いよく噴出している様子がわかるこの画像に見る条件であれば燃料は切り貸して大気中に試算する画像の機体はエアバス A340 から600前時代の機体や小型の機体は基本的にこのような設備を持たないため 飛び続けることで燃料を消費するしかない。航空機が行う燃料投機とは飛行中の航空機が搭載している燃料を機外へ排出し、待機中に捨てることを指す。航空機が何らかの理由により緊急着陸しなくてはならない状況において、その時点での総重量が別途定められた最大着陸重量を上回る場合、搭載している燃料を機外に排出することで、 総重量を減らす。通常、陶機はある程度の高度で行われ、ット燃料は地上に到達する前に気化するため、被害は出ない。しかし、低高度で陶機を行ったり気象条件によっては、地上に被害が発生する。2020年1月14日には、デルタ航空89便が低高度で燃料陶機を行い、地上で十六人が負傷するという出来事も起きている。 航空機の降着装置は主として着陸時に想定される荷重をもとに設計される。飛行中には始終となる降着装置はなるべく軽量であることが望ましいため、着陸時の荷重設定の前提として、離陸時の機体操縦量は考慮せず、燃料をある程度消費した後の操縦量に基づいて設計が行われる。この結果、離陸した 直後の燃料満載状態にある航空機は場合によっては降着装置の強度が不足してそのままでは着陸することができない。長距離を運航する航空機では特にその傾向が顕著となる。一例として国際専用ボーイング747ではその最大離陸重量は400トン近いが最大着陸重量は300トンに満たない。長距離国際線では 日常的に最大着陸重量を超過した総重量での離陸が行われている。このため離陸直後に引き返さなければならない事態が生じた際にはほとんどのケースでそのまま着陸することはできない状態となっている。1950年代後半から1960年代前半の米国において Z 旅客機が運航を始めた頃、連邦航空局は 最大離陸重量が最大着陸重量の105%を超過する航空機に燃料投機システムの装着を義務付けていた。このため、ボーイング707や727、ダグラス DC-8 は燃料投機システムを備えている。これら機種は離陸直後に引き返さなければならなくなった際には最大着陸重量を超過した分の燃料を投機した後に着陸した。 1960年代に、ボーイングが737を、ダグラスが DC-9 を発表したが、これらの初期型はいずれも短距離専用で、搭載燃料も少なかった。このため燃料満載でも総重量が最大着陸重量を超えることはなく、いわゆる105%ルールを考慮する必要もなかったので、燃料投機システムも持たなかった。ところが、 P&W 社が JT8D エンジンの高水力型派生モデルを次々と発表し、それらのエンジンを搭載した機種では、飛行能力も向上し、大きな離陸重量を許容するようになった。これにより、燃料をたくさん積んで、長距離飛行が可能になったので、105%ルールに定職するケースが生ずるようになり、製造中の機体に、 コストのかかる燃料投機システムを取り付けなくてはならない事態となった。また、その後にもっと性能の良いエンジンが現れることを考慮して、FAA は105%ルールを撤廃し、1968年に燃料投機システムを必要とする条件の見直しを行った。新たに制定された連邦航空規則は、降着装置の強度よりも緊急着陸時の機動性を、 重視したもので、パート25.1001において、蒸気条件を満たせば、燃料投機システムを装備する必要がなくなった。つまり、緊急着陸に際して、十分な上昇力さえ確保されていればよいというものになった。ほとんどの総発ジェット機はこの条件に適合するので、燃料投機システムを備えていない。出発空港に引き返して着陸しなければならない場合には、 上空旋回を行って燃料消費を待つ。直ちに着陸しなければならない事情がある場合には構わず着陸を強行する。ただし、現代の旅客機では重量オーバーでの着陸が可能なように設計されてはいるとは言ってもあくまで緊急時に限られ、その後には多くの項目にわたる点検や検査が待っている。報道等ではすべての航空機が 燃料投機システムを持っているかのような誤解があるようだが、このように実際には、ほとんどの航空機は持っていない。中、長距離用双発ジェット機である767や A300、310、330等は燃料投機システムを持たなくとも良いが、上空旋回だけで燃料を消費するには、かなりの時間を要するため、注文時のオプション扱いとなっている。 3発及び4発ジェット機では燃料搭載量が格段に多いので最大離陸重量近くにおいて蒸気 FAR25.119 の条件をクリアするのに難がありこのため燃料投機システムを備えている主翼端部や後円部のエンジンから離れた箇所にフューエルダンピングノズルが設けられており燃料はここから霧状に空中へ放出される ボーイング747型機の場合で毎分2トンの燃料を放出できる。放出流量と時間を計算して必要量を投機する。燃料投機の実施は付近に他の航空機が存在しないことや燃料が気化するのに十分な高度を取るなどを考慮する必要があり、通常は航空管制の指示のもとで行われる。投機量は通常経済性を考慮して 最大着陸重量による制限を満たすためのギリギリの量とするが、胴体着陸が予想されるといったケースでは、火災発生及び炎症の可能性を低くするため、着陸までに必要な量を除いた全量を投棄することもある。軍用機においては、増装内の燃料を増装ごと投棄する例が見られる。これは、空中戦における機動性確保や、被弾時の安全性確保のためである。 また、緊急着陸時には、燃料の残っている増層は極力投棄してから着陸する。軍用機が戦闘を考慮して、増層を積む場合には、戦闘時の増層投棄を考慮し、捨てる可能性のある増層から優先的に燃料を消費するように調節して飛行する。増層に燃料が残ったまま投棄された場合、層内の燃料は気化することなく、地上に到達するため、 十分に地上への影響を考慮して行われるべきと、される。多くは、火災の可能性が少ない会場への投機が行われる。常日のように、燃料体育容量の小さい航空機などでは、燃料投機機構を持たない。小型機では、燃料満載状態でも総重量が、最大着陸重量を超過しないことが多いためだが、胴体着陸等が予想され、搭載燃料を、 極力少なくしたい場合には、上空旋回等を行うことで燃料の消費を待つ、他ない。胴体着陸を決行した全日空気高地空港胴体着陸事故では、DHC-89400 に燃料投棄機構がなかったため、燃料を消費するため、空港上空を約2時間旋回した。ありがとうございます。